文化の道によ館は、愛知県名古屋市東区にある展示施設。1階では、大広間のステンドグラスや川上貞役子の生涯を紹介するパネルと合わせて、主に女優として活躍していた頃の資料、愛用の品など、生活の様子を展示している。2階では、郷土ゆかりの文芸資料室として、近代文学の底と、坪内逍遥をはじめ、城山三郎、小谷剛 江夏つみ春日かすがてなど名古屋を中心とする郷土ゆかりの文学者及び文芸作品を資料やパネルで紹介。年に4回特別企画展を開催している。電力王と呼ばれた実業家、福沢桃介と日本の女優第一号である川上貞子が1920年から1926年までの6年間を共に暮らした旧邸宅である。 桃助が貞役子と居住するために、住宅専門会社、アメリカ屋に依頼し建設されたもので、当時あった場所が東二王町であったことや、和洋折衷建築の斬新な外観や、その豪華さから二王御殿と呼ばれていた。しかし、桃助が隠居のため東京へ戻ると、貞役子も拠点を東京に移し、しばらくの間は、東京と名古屋を行き来する生活を送っていたが、 1937年には、貞役湖によって、敷地や建物が、東西に分割処分された。このうち建物の東半部は取り壊されたが、正半部は大道成功の取締役であった、川崎社構造に売却され増改築がなされた。その後、大道特使工の所有となり、大道特使工二要素として使用されていたが、2000年2月に、 株式会社大同ライフサービスから寄付を受けた名古屋市が現在地へ一区復元し2005年2月8日に文化の道の拠点施設文化の道に洋館として開館した。館内には川上貞役子に関する資料や坪内商用や城山三郎、小谷剛など郷土ゆかりの文学資料が展示されている。また開館翌日の2月9日には母屋と蔵が 国の登録有形文化財に登録された。ありがとうございます。